東京プレスクラブの松島です。9月26日、衆議院第一委員室の予算委員会開会前に、渡辺芳美みんなの党代表より蓮舫大臣へ、古賀茂明さんの日本中枢の誤解が手渡されたと思うんですけれども、いただきました。はい、で読んでおきますとおっしゃった模様ですけれども、はい、まあ、読後ですね、もしお読みになられましたら、特に公務員制度改革のあり方の部分とか、簡単にご感想いただければと思います。すみません、ちょっとまだ。わかりました。全読はしていません。あ、すみません。ごめんなさい。はい、じゃあ、例えば身分保障の廃止とか公務員をリストラするっていったようなこととかも書かれてたと思うんですけれども、まあ、結構過激だなと思われますか、それとも、まあ、ゆくゆくはそんな感じになるんじゃないかなと。ただ、まだ全読をしていないので感想を見えたことは言えないんですけれども、はい、いろんな意見があっていいと思うんです。いろんなご提案、いろんなご質問いただきたいと思っています。ただ現段階で私どもが出した国家公務員制度改革関連4法案を乗り越えてさらなる新しい法律を作ろうと実はまだ思っていなくて、まず今あるものを一つずつ片付けていきたい。その上でおそらくその身分保障というのは考え方がいくつかあるとは思うんですけど、私の考える身分保障はどちらかというと常実人事、つまりその時の政府によって人がどういうふうに扱われることに不利益が生じないために身分保障というのはあると思っていますので、それは一生涯のいわゆるその雇用の保障という考え方は実は取っていないんですね。だからそこはもしかしたら議論をする余地はあるのかなとは思っています。ありがとうございました。はい。